こんにちは。ジャパニーズデイリーライフポッドキャストのあつしです。このポッドキャストは日本語を勉強している皆さんに向けたポッドキャストです。はい、皆さんこんにちは、お元気でしょうか。今日も僕はタイから、ポッドキャストを撮っています。はい、タイは今日は天気はちょっと曇ってますね。はい、でも暑そうな感じです。はい、では今日もタイとは関係なく、N2 の文法をやります。何々を元にをやります。これは何々を基準にしてとか、参考にしてとか、そんなことを言いたいときに使います。はい、早速例文で確認しましょう。一つ目です。これは実話を元にした映画です。はい。そうですね。これは、映画でノンフィクションとか、あると思うんですけど、そういう映画を日本語で言うときは、実話を元にした。実話がベースになったとか、実話を参考にした映画ですと。そんな風に言います。はい。次です。今までの経験をもとにして、新しい方法を考えます。はい。これは、そうですね。僕の、前の仕事の時とかよくこんな話をしてたんですけど、いつも同じことをするだけじゃなくて、ちょっと新しい考え方とか新しい方法を入れていくのが大切だっていうのが、そういう考えがあったんですね。はい、それで今までのうまくいったことをただそれをするんじゃなくて、今までやったうまくいったこと、そういう経験をベースにして元にして、また新しい方法を考えるですね。そういう時に今までの経験を元にしてと言います。はい、次です。これは歴史を元にして作られた小説です。はい。1個目の実話を元にした映画ですとも近いんですけど、はい。こういうのはよくありますね。歴史が元になった小説。歴史を元にして作った小説っていうのは、よくあると思います。はい。次です。アメリカのサービスを元にして、新しいビジネスを考えました。はい。これはですね、例えばアメリカで、いいサービスがあると。で、それを、日本で、するためにとか、似たようなサービスを日本でするために、そのアメリカでうまくいっているサービスを参考にしてとかベースにして、新しいビジネスを日本で考えましたとか、そういう時に使います。はい、では最後です。あの時の会話を元にしてアイデアを思いつきました。はい、そうですね。これも、あの時はいつかわからないですけど、誰か友達と話していたこと、会話を参考にしてとか、会話をベースにして、新しいアイディアとか、考えを思いつきましたと。はい。そんな風に言うことができます。はい。こんな感じですね。はい。ベースとなってというような感じでも
使いますね。はい、まあ、この例文を作りながらちょっとそういうふうに思いました。はい、いつもの通り声に出して練習したり、自分で例文作ったりして練習してください。ということで、今回も最後まで聞いていただきありがとうございます。ではまた。